はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。チョモランマたけしこと、チョモジャでーす。はい、今日もですね、NBA2K モバイル、やっていこうと思うんですが、今日の企画はですね、ドリルの、今日フリースローゴルフっていうこのレベル4の、こちら、あると思うんですが、こちらでですね、全部10本連続、決めるまで帰れまてんという、企画をちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。チョモランマたけしの NBA TV。 それでは最初にこのフリースローゴルフのルールを説明していこう。操作するのはコートの真ん中にいるこのプレイヤーだ。今回はどちらかというとフリースローの苦手なドレイモンド・グリーンという選手でプレイしていくぞ。まずは画面右足のこのシュートボタンをタップすると、選手横にゲージが現れるので、このゲージの最高点に達したところでボタンを離すんだ。見事最高点でタイミングを合わせたら、ゲージが緑色に輝きシュートを決めることができるぞ。画面上の制限時間にも注意しながら、全部で10投放ち、シュートのランクごとに変わるスコアで高得点を目指そう。シュートには入り方によって点数が変わる。何にも当たらず水中で入れば3点、リングに当たれば2点、ボードに当たると1点だ。もちろん外れれば0点だぞ。30点目指して頑張ってくれ。果たしてチョモランマは成功するのか。まあ10投決めるのは難しくないと思うんですけど、全部ちょっとスイッシュで、決められるかっていうので、ちょっと、やっていきたいと思います。ちょっと何回挑戦になるかわかんないですけど、まあ、10回以内ぐらいでね、決めたいなとは思ってるんですけど。ああ、もう早速ダメじゃん。これね、運もあるんですよね。緑、全部緑出したとしてもリングの可能性はあるんですよ。ほら、あ、ほら、リングね。はい。あれ、ほら。今、緑だったのに、こういうことになるでしょ？ちなみに、これ、やってるプレイヤーがドレイモンド・グリーンなんですけど、彼の昨シーズンの、フリースロー成功率は 69.2% ということで、まあ、確率の壁を超えろという、ね、企画になりますので、ぜひ、クリアしていきたいなと。皆さんにね、神動画をね、見せていきたいなと思います。ああ、ダメだ。なかなか厳しいな、これ。19点だよな。19点じゃ話になるよな。がむずいかもしれないですね。うん。あ、いきなり。もういきなりこれだもん。なんかとりあえず20。ああ、もう最初がなんだ、むずいんだよな。またしても初球から外してしまうチョモタケ。しかし、もう、はい。ここから全部決めるつもりで。いいね。流れ来た、流れ来て。今ゾーン入ってます。今ゾーン入ってます。チョモランマは今完全にゾーンに入ってます。話しながらでもできるもん、ゾーン入っちゃえば。ほら、もうゾーン入っちゃえば、話しながらでも余裕で、ここ行っちゃうんだよね。ほら、最初の一本だけだよ。うわ、これ最初の一本決めてれば、いけた、これいけるぞ、でも。なんと、ここで最初の初球以外、すべてパーフェクトを叩き出し、出だし早々から27点の高得点をマーク。最初の一本が悔やまれます。いけそうだな。ゴールが見えてきたぞ。オッケー。お、最初の壁を越えた。オッケー。オッケー。オッケー。落ち着け。時間まだある。オッケー。ちょっとね、タイミング今ずれたと思ったけど大丈夫だった。うわっ！ああ、うん。
なんとも言えないけど。うわ。もう。あら。これでもこれ怖いよね。緑なのに。バックボードパターンって。頑張っていきましょい。じゃあ行きます。集中して。集中集中。よし、オッケー。うわ。もう、これだよね。よし、オッケー。よし、オッケー。よし。最初の画面が動くのがちょっと気持ち悪いんだよな。これ。ああ、ほら。なんだよ、もう。全部緑だったのに。27点。これが限界なのか、ドラえもんのグリーンでは。早くも弱音を吐くチョモランマ。本当に目標は達成できるのか？もう一回、ダメだ。30点見たいもんね。みんなも見たいよね、30点。いけるんだっていう。なかなかこれやってる人でも30点いった人いないでしょ。意外ともう A ランク取れたから、いいやつって、そのままにしちゃう。最高を目指す男、チョモランマです。よし、ちょっと早めに打っていこう。もしかしたら遅く打つとバンクになる可能性ある。よし、8投へ、ここまでパーフェクト。ちょっと何回挑戦になるかわかんないですけど、まあ、10回以内ぐらいでね、決めたいなと思いますけど。まさか有言実行なるか。決めたいなと思いますけど。まさかの9本目を外す。惜しい。うわ、最後9本目ミスった。あとちょっとだったね。うわ、でもいけるぞ、いける。このままの勢いで30点満点出るか。もう一回、ちょっと黙るかもしれないですけど、ほら、やっぱ9秒切っちゃうとあれなのかな。もう速攻打つんだ。何事もリズムだからね。バスケはリズム。ゲームも同じ。なるほど。あ、やっぱり早く打つとスパシュになるかな。スイッシュに。あ、ちょっと今5打取ったけど。あ、ちょっと見られたけど。なかなか27点超えられないですにゃー。うわ、うわ、ごめんなさいね、黙っちゃって。もうダメだ、集中が切れた。でも絶対決める。みんなに見せるんだ、30点のミラクルを。そして俺は伝説になる。いきます。あお、いきなり、いきなりかい。
うわ、いきなり。いきなりかい。なんか今掴んだような気がしたんだよな。27の大台超えてえな、せめて。企画の趣旨変わってっけ。30、まあ30点目指しますけど、とりあえず、一回27は超えないと。うわ。思うようにいかず、弱気な発言を繰り返すチョモタケ。あ、全然、20にもいかないぞ。弱気発言は止まらず。ああ、もう。ゲームのキャラにまで気を使い始める。もうね、ボール拾いの人もね、長い間付き合ってくれてるのに申し訳ないね、アシスタントコーチが。育成コーチかな。あー、ダメだ、ちょっと、もう忘れちゃうと俺の集中力が10だとしたら、もう8ぐらい使っちゃって、もう2ぐらいしか残ってないから無理かもしれんぞ、これ。もう2ぐらいしか集中力がないから。ほら、リング。でもまだね、27点のチャンスはできるから、これは。27点の挑戦は続く。ほら、いけるいける、OK。よし、じゃあ集中力使うから、ここで。うわ、いけ、言ってるぞ。言ってるぞ、僕が使えてねえじゃんっていう話で。てかもう、多分、グリーンが疲れてきてる、多分。こんな何回も、こんなやらされて、疲れてるぞ、俺の、多分グリーンが。俺の問題とかじゃなくて、もう、決める。よし、これいける。あ、もう、今シーズン、ドレイモンド・グリーン、フリースローやばいっしょ。こんな練習してんだから。おー、これ来たよ。来たよ。OK、4本連続。OK、5本。やばい。これは集中、マジで。うわ！でもまだ27点の壁は。オッケーオッケー。本来の目標とは変わるが、一応このシュートをパーフェクトで決めれば、ここまでの最高得点27点を超えることになるが。よしよしよし、うん、よし、とりあえず29点いったぞ。29点いったぞ。すごいすごい、いけんぞ。29点いきました。27点の壁超えました。このちょっとこの調子でちょっと、いや、行こう。多分今ちょっと今ね、ゾーン入ってる状態だから。ここで前編は終了。果たしてチョモランマタケシは無事30点満点の目標達成できるのか。気になる続きは完結編を待たれよ。近日公開、乞うご期待。やばいやばい、嘘、マジで。うわ、これいくよ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 。